大体ここに行きましょう。痛い曲があって、はい、バンドで年に1回ぐらいソロを吹くキャンチャンあの機会があって、ピアノ伴奏で、うんうん、で、サンサンスの演奏会対応商品聞きたいんですけど、はい、僕も今それ触ってるところです。でも全然自分で練習したんだと一生人前ではできないなっていう感じなんですけど特にこの後半のこのこれでいう3ページ目が、ね、前半簡単なんだけどね、はい、後半3ページ目でずっとやっていて、でこれやってるね、今後の練習の手がかりを分かりました。もらえばと思うんですけど、そのテンポだと自滅すると思います、ね、の方が多分ね、持たない。今のテンポだとパッ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 、うん、パピパパピパパ、ダラリダラリラパピパパピパパってなってきちゃうじゃないですか。パパパパラパパパパパラパパパパ、この方が多分しんどいから。ダラリラパラララ。一二せーの。最後です。テンポとか音量とかリズムとかそういう音楽の構成要素を把握してやろうとすることが先。なぜなら本番でね、異常にゆっくりなテンポで吹かないでしょ。ということはインテンポで吹くというような練習をギリギリに持ってきちゃうと、ゆっくりだと音鳴らうけど早くした時に音が並ばないっていうことを本番の近くなってから経験することになって、はい、いつもそうですでしょ、はい、じゃあ何があっても進みます。というよりは普通に書いてあるテンポで吹いてみようって話ですね、はい、1、2、せーの。そこから完成度を上げていきたいですね。インテンポでずっと繰り返して練習した方がいい。いいえ、そこまで断言してない。インテンポの練習もしながら。そんな曖昧なことも言ってなくて、テンポとかリズムとか音量とかその表現記号とかが作曲家がこれはこういう風な曲なんですっていう手がかりを示してくれてるので。それに取り組むのが先ですよ、優先順位として。特にホルの場合、結局音が出るか出ないか最後まで分かんないですから。だから比喩で言うと、ソフトクリームを食べたい、じゃあ作ろうってなった時に、とりあえずなんか牛乳は入れるじゃないですか。でも今そこまでいかずにコーンの焼き上がりをが完璧じゃないって言ってコーンばっかり作ってるよ。とりあえずソフトクリームらしきものは作ってみて食べてみて反省点化して次また作ってみて、そういうことです、うん、そしたら、ちょっとこういうことやってみましょうか。使っても使わなくてもどっ
時もあったんです、今までの自分の練習で。うん、で今みたいに下の F から全然 F までのこうリップスラーとかをやって、これをやってみたいにするんですけど、はい、曲でパッとやった時にできない。うん、1、2、せーの。ここに含まれるテクニックの予行練習をしたってことですね。もちろん難しいテクニックほど予行練習から実行までの時間が空けば空くほど、その実行のところでパッとやるっていうのは難しくなってくるんですけど、だから本番でできなかったとしても、こういうのができない人じゃない。だってできたし今、うん、ちょっと難しいだけでできないタイプのテクニックじゃないのわけ。こういうのやってみましょうっていうのはもうちょっと技術的な確認のためにやろうとしたんですけど、一回やったらすぐできたし、で曲に持ち込んだら僕は想像してたりすぐにすんなりできてましたから、できますね。信用はできました。ちょっと左右は今わかんないですけど、音上がるときマウスピース下です。で音下がるとき上なので、これは結構上から下へと移行するような動き、そこから下それやっといた上で、一回全部ナチュラルホルンで吹いた後にモダンホルンで吹いてみる。いいですかね。せーの。やってもいいです。
おしべ、おしべ、おしべ、おしべです。おしべ。そしたら、しやすい楽器もあればそうじゃない楽器もあるので、普通に指でちゃんと音程吹いた方がいいかどうかとかはちょっと検討した上で、米管のでもごまかせなくはないし、一応指使ってるけどだいぶ適当ですね。ナチュラルでやると面白いですね。で、やっぱこのここの動きのね練習も同じ。まあただ本番曲で吹いてるときはあんまり細かいこと考えてられないから、練習の段階でそういう技術的なことは理解してやっといて、音を当てれるようにしていってテンポも上げてってって慣れていくといいでしょう。これも米管の 1,2 番ででもできるんじゃない。じゃあ出すと左上から右下へっていうのを使って最初行ってみましょう。 1,2,3 せーの、そうですね、数ヶ月後にできるでしょう。左上から右下、左上から右下ですね。が練習だと思っちゃってると、なかなか曲にならなかった、曲にした時にあれなんか音が当たらないってことになるんですよ。なので今のはただの譜読み練習じゃない。指も確認してです。これをこの動き1,2,3はい。あ、ちょうどでも最初の情報良かったですね。3、4、はい。ということです。今のはいい練習になってるんです。今の2回3回やればここがこう形になってくる。譜読みしながらなんとなくさらうときは全然音が並ばなかったりしても当たり前と思っといて、まだ譜読みの段階だしって言い聞かせるといいと思います。それなんとなくとりあえずさらって、例えば3回いたとしても次見た時には、前さらった時よりかはもう見た時点でどういう音の並びか、どういう吹き方すればいいかも感覚的に分かってるとか増えてくるじゃないですか。
っていうようなことを何回か繰り返すと、吹けるとこ吹けないとこはあっても全部分かった状態でチャレンジできるってとこまで進める。でそこからまたさらっていくと決めどころだけの勝負の話になってくるわけですね。まあこの曲だったらこういうところですよね、ハイ F が当たるかな当たらないかな。でそこをもっとさらに込んでいって、本番はもうあとはもう神のみぞ知る、もうお願いしますうまくいけばいいなと望んで、あの願いながら吹くしかないですね最後はね。そうやって準備できて望めた本番は、思ったより当たるところもあれば全然予想外に当たらないところも出てくるでしょうけど、まあそれは本番っていうものですから、この曲の場合もこのシーンに入ったら、まあ、あとはもうね悪ガキしないこと、当たっただの外れただのってことじゃなくて、もこのテンポでさーっと駆け抜けていこうとするのが一番その時の自分なりのベストの演奏になる。だからもうここに来たらもう終わってるのこの曲は。あのいろいろ派手に終わらすんだけど、最初のパンパバンパバンパガバンパバンとその変奏のところがまず一番の中身 でそれに基づいた感情学章みたいなので、もう最後ははい終わりますって1ページうまいでしょっていうのを見せるだけのところ、まあ、楽しいところです。卒業式みたいな、もう卒業できてる、単位ももらってるって一応式やるじゃないですか、そんな感じありがとうございました。